力入れるなんか一瞬入れるタイミングと、はい、シャトルの落下地点に早く入る、早く落下地点に行って打つ瞬間だけ打つ瞬間に握るっていうイメージ。こんにちは、おもチャンネルやっていきましょう。お願いします。もう思いっきり掴んでもう全力っていうイメージでしょ。そんなんじゃない、力入れるなんか一瞬、力の入れるタイミングが重要。入れるタイミングと、はい、シャトルの落下地点に早く入る、あとそのシャトルの落下地点に入りながらの体重移動の中でどれだけパワーを貯めてられるか。今の分かんないよ、ちょっと初心者には分かんない。俺の領域まで来ないと分かんないと思うけど、そこが大事かな、やっぱり。このシャトルの下まで行くのにこう神経使いすぎて弱くなっちゃう人いるから、しっかりこの体幹を持ってって行くのが大事だから。いや、いるよ、本当にスマッシュ特化してる人とか。全然大丈夫。あー、やっぱシングルスだとインドネシアのアンソニー・ギンティン、ギンティンかな、本当に。じゃあパワーっていうか、インパクトがすごいというか、タイミングとかもやっぱ上手いんですか。タイミングめっちゃ上手いね、振りもコンパクトだし、やっぱ日本人とは全然違うんだ。なんか違うんだろうね、何が違うのかなって思うけど、だ実際身長も変わんないし、だ走っても多分めちゃくちゃ速いわけでもないし、筋トレしてもそんな差はないと思うんだけど、何が違うんだろうなっていう感じだけど、そういうのも探りながら今やってる状態ですけど、これも真ん中からスタートなんですけど、落下地点にしっかり入って、ここはもう全然力今は入れない、落下地点に行って打つ瞬間だけ瞬間に握るっていうイメージ。みんなこうガーッて力入れてこう打っちゃうから、力みすぎてこの打点がこう変わっちゃったり、うまく当たんなかったりするんですけど、もう落下地点はリラックスし入って打つ瞬間だけインパクトだけっていうイメージ。落下地点はリラックスし入って打つ瞬間だけインパクトだけ。インパクトだけ。一番悪い例はめっちゃ力入って打点が後ろになる、これ落下地点に早く入れずに打点がこう後ろになってしまうパターン、これが一番よくない。しっかり構えておいて落下地点入ってで力入りすぎてここで打ち終わっちゃうのもよくない。しかもここから行って前に少し出るような感じでしっかり入ってリラックスして次の動作にこうつなぎやすいから、そういうイメージかな。実際に球来たら絶対こうなるんですよ。伸びちゃうんですよ。下に叩きつける。伸びちゃうのはでこれはさっき言った力入っちゃってるからこうバインってその前に伸びちゃってる感じですね。なんか力抜いて打つ瞬間だけグンって上から下に突き入れて、あとこう力入ってたら打ち終わりこうなっちゃうんだよ、よくないですよ。当たる瞬間だけ、当たる瞬間だけこう面をこう下に返すイメージです。
もっと叩きつけですね。一瞬のインパクト。あ、そう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 。おお、いい感じ。いい感じですね。おお、あ、いいや。もうでもこの通り。教えてもらう。イメージイメージイメージ。一発目から。おお、いい。一瞬のインパクトですね。おお。めっちゃいい。ちゃんと切ったんだ。そう。え、めっちゃ。いやね、教えてもらった通りに行って、で最後こうピッチャーみたいな感じで振りかぶったらああいう感じになるわけね。普段やってるのはしっかり見て。しっかり見て。見る。やっぱ先動いちゃうと本番で前に落とされる可能性もあるから、取って見る。でも先に動いたらそれいい球打つのは、それは誰でもできちゃうから、しっかり見てる。本番をイメージしながら来て瞬間に下がってしっかり打つ。見る。音違いますね。これインパクトだから。インパクト、その音で。この一瞬だけやったらこういう風になる。こうな力んだものだとこういう音は出ない。あとここで落下地点行くまでに下からこう力を持っていくっていうか、シャトルをこのまま見上げちゃったらここで終わっちゃうから、しっかり真ん中で力貯めといて。下からこう、極意です。めっちゃ教えちゃってるな、これ。上手くなっちゃう人多いね、これ。俺のライバル増えちゃうな。はい、アンチの方来てますけど、俺の見本を妨害しているからアンチの方来てます。